こんん。にちは、田さんお金の使い方は確かに稼ぎ方よりも難しいんですよお金使うのをミスると無駄税になったりゴミ税になったりするんですよねでもお金を稼ぐことって少なくとも稼ごうとするその考え方とか行動ってのは次に繋がるんですよねどんなに下手でも使うことに関しましてはねマトリックスアフィリエイトみたいな商品を間違って買うと詐欺られて終わっちゃうんですよねうんあれプロモーションがすごくね良かったです 売り方によって、まあ、やっぱ、インチキな商品でも売れてしまって、買ったのが私みたいなね、こんなことになってます。それからあの、なんか、平成のガリレオ。平成のガリレオ。ね、ありましたよね。フォーチュンビジネスとかね。今考えたら <laughs>、すごいね、<laughs> そんなもの売っていいんでしょうかみたいなのをたくさん、たくさん出してきて、次から次へとね、儲かる方法が売れてきたのに、儲かるのはただ、販売者だけで、買った人は誰も儲かんないみたいなね、ところがありました。 ま、あそれだけじゃ悔しいんで、マトリックスアフィリエイトに関しましては、私はね、あのー、即価塾に引き込むことによって元は取るみたいなことをやったんですけども、あの別にあの、私は儲からない方法をね、即価塾として販売してるわけじゃなくて、儲かる方法なんだけども、だけど儲かる方法でもね、結局は詐欺な、あのー、アイテムでもやらないでしょ、結局。私はあのね、マトリックスアフィリエイトってはばかりながら、結構綿密に緻密にやったわけなんですよ。で、その分だけ、 リアルにすごくドキドキしました。で、どの辺で、マトリックスアフィレートのね、販売者が逃げたかっていうと、なんかね、ずーっとね、モンスターサイトに接続するとそこから、月間3十三1 0万アクセスを流しますよっていう、その言葉だけだったんですよ。月間310万アクセスっていうと、まあ、1日に10万アクセス流れてくるわけですよね。いや、毎日10万アクセスあったら、すごいことになるなと思って、私ワクワクしててね、そのためのアフィレート教室まで会員募集したんですよ。 結構30人くらい入ってくれて、30万で30人ですから900万ですよね。900万の入金待ちだったんですよね。その時にマトリックスアフェルがとんずらしたんで、まあ、すいません、アクセスアップブログ講座は中止になりましたということで,でね、皆さんに入金を差し止めたわけなんですよ。そういった経緯がありました。ねえ、ひどいもんだ。マトリックスアフェルと。ねえ、あれからメタ流星逃げまくっていると。で、別の YouTube アカウントで、 なんかね、動画配信してたんですけども、その動画の内容がなんとね、ヨザーツバスさんの動画を丸パクリして、自分が登場してね、ヨザさんのように話してるみたいな、やつでした。まあ、その辺はね、私もやってることなんで、まあ、しょうがないんじゃないかなと思いますけども、とにかくね、インチキばっかり、この世の中に溢れてましたよ。今はインチキないんじゃないですか、割と。<laughs> だって、商品そのものがそんなにプロデュースされてないんで、売り上げに追われて、毎月毎月何かをね、成立しないといけないっていうふうな、 そういうふうなね、なんかネットビジネス団体ってのはないんじゃないかなと思うんですよ。割とまともなものしか出てなくって、まと,まともなものもなんか無理を出てたりとかするんで、本当にやる人次第なんでしょうね、きっとね。まあいろいろと話しましたけども、何にお金を使うかってことを間違えると、単なるお金をなくして終わりなんで、やっぱ使い方をよくよく吟味することですよね。で、えっ、ー、と、私はこのね、2980円の iPod まがいを、 iPods マガイを買ったんですけども、これむちゃくちゃ良くって耳に入れっぱなしなんですよ。それからね、6、7000円で買ったこのヘッドホン。これもむちゃくちゃ良くって、もうね、こう 3D 空間です、これで。で、これでね、音楽聴くと本当にね、あのように行っちゃうぐらいトリップしますね。すごくいいですね。で、音がすごく良くなったっていうのは革命ですよ。それから、 これ6000円なん,なんぼですけども、2万とか3万とかね、10万とかってヘッドホンもあるんですよ。私買えるんですよ。買えるんですけども、試した結果、変わらないってことに気がつきました。それは、私の、音楽を聴く自信力が多分、そこまで繊細じゃないから、なんでしょうね。ということでね、音にこだわらない私としては、ものすごく投稿してるなと思います。ちなみに、ラーメンの味にうるさい人とか、コーヒーの味にうるさい人っているでしょうるさければうるさいほど、その人はコストがかかるんですよ。かもられるんですよ。だから、 コーヒーなんて苦手ななんでもいいんじゃないのみたいな感じで。まあそうだな。一番気に入ってるのがセブンイレブンのプレミアムの180円のコーヒーかなうん。みたいな感じのが一番得ですよね。スターバックスなんてね、500円も600円もして、おしゃれに見えるのは自分だけなんですよ。周りの人は別になんと思ってないですからね。それこそセブンイレブンの180円のコーヒーで十分だし、そもそもこうやってね、見せるわけじゃないんですよね。私なんてのはね。自分で飲むだけですから。ちなみに、今飲んでるのはこのファンタムプレミアム。48円。 ね、ドラッグストアで大量買いしたやつですこれをいただいてますんうんグレープの味がとっても爽やかスカッとしますねで量がね私サイズなんですよ 350ml とか入ってないんですよねちょっとまあ小さめ280だったかな分かりませんけども、まあ、ちょっと控えめなんですよねペットボトルって500とか入ってるんでしょ 500cc とかあんな私いらないですからね もうそもそもね飲めないし食べられなくなってきましたよ吉谷さんだから吉谷さんがね食べ放題コスパが悪いって言ってましたけど私も同じで食べ放題飲み放題コスパが悪いんですよ仮に行くとしたら飲み放題食べ放題の中でも最高ランクのやつ頼みますいつもそうじゃないと高級肉とかなんか頼めないんですよ一番のいいプランじゃないとねそれこそ5000円とか1万円の食べ放題コースになるんですけどもそこで高級なやつをちょびっと食べるみたいなのがね私スタイルですね だからね、2000か3000の食べ放題って本当にね、あのー、食べられないですね。その量も食べられないし、低価格で提供されるお肉があんまり美味しくないということもありますんでね。ちょっと私は、うっとかになっちゃいますね、はい。まあ、あの別に自慢してるわけじゃなくて、お金があったらできればそうしたいと思ってた結果、そうなったってことなんですよ。まあですので今はね、あのー、ランチでも食べ放題コースのプレミアムって言って一番高いやつを頼むんですよ。なんか6000ぐらいするやつをね。それでオーダーするのはこんなちょびっとなんですよ。 それが私ね、本当に豊かなランチの取り方なんで、1ヶ月、1回ぐらいそうしてますね。で奥さんもいるんで、大体1万2、3000円払うことになるんですけども、奥さんはまあ、すごく美味しいって言ってくれるし、私も食べれる量が、あのー、そのぐらいなんで、質がいいものをね、ちょっと食べる方が、私としてはコスパがいいかなと。もうちょっとね、若い頃はね、とりあえず量を食べれれば、タレの味で食べてたんですけどもね、もうほとんどタレを食べてるようなもんですよ。 だからタレのボトルが一瓶なくなりますからねどんだけ体に悪いことしたんだみたいな感じです、まあ、つまりお金の使い方が下手だったということですでも下手なりにその時のスキルではそれがベストだったんですよだん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 お金の使い方が上手になってくると上手なお金の使い方をするようになるんですよねうんまあだからね最近はその買った暗号通貨がだいぶ含み益を出してるんでいつ決済しても大利益みたいなねことになってますおかげさまで、はい、ちなみに 今銀行に行ってきたんですけどもこういう袋でくれますね今の銀行もね私がねお金を下ろす単位っていうのは大体こうこういう束なんですよ今こういう風なもうほんとになんかありがたいっていうか信じられてか以前はこれが家賃とか人件費に1日で消えてたんですよ今これを下ろしてこれをじゃあ今月どう使おうかなって感じですからねちなみにねあの私今リフォームを考えてましてリフォームのチラシが入ってきたんですよ あれ、どっか行っちゃったな。あ、これこれ。グランドオープンでしょリフォームのチラシですよ。これはね、お風呂場と、台所キッチンと、洗面台の、そしてトイレのね、4点セットを、リフォームしませんかってチラシなんですよ。私の家も30年になりますので、リフォームしてね、で、ヤマト君まで使えるようにするのは、まあ悪くないかなと思ってるんですよ。で、えっ、ー、と、リフォームして、 30年ぐらいでそれを使おうとしたらね、これ、例えば300万あるって言でしょこれ全部使って30年だとすると、すごいコスパいいじゃないですか、むちゃくちゃ。300万円を30年で使うわけですよ。ね。うそうなると、1年でいくらやって話じゃないですか。うん。しかも、24時間私家にいるんで、この家にかけるコストっていくらかけてもね、ずーっと享受できるんですよ。惜しくないんですよ。でもこれがね、私が勤め人とか、通勤時間30分1時間の先に通っていると、 家をリフォームしても家を買っても楽しめないですよね家自身をだから在宅でいるっていうのは買った家をね24時間使うことができるんでむちゃくちゃコスパがいいんであの通勤費とかねそういったコストが全くかからない分このぐらいかけても私としては相対的に安いって言えるんですよでもお勤めされてる方はその通勤に使う時間とかお金とかを換算するとプラスアルファ家にまでコストかけられないよって話になりますよねだから貸金切が全然違ってくるんですよ このチラシを私のね、ポストに入れた人はすごくラッキーですよ。だってどれ見ても、一発で買えるやんみたいなね。それこそ R34 を買うなんてこと考えてる私がね、まあ買わないですけども、2000万はポンだよねって言ってるところにこんなね、何十万かせいぜい200万300万の話が来るわけですから、しかもリフォームしようと思ってたわけですからね。だからポスティングって全然無駄じゃないですよ。一戸建てを持ってる人って、まあ家のローブもありますけども、大体お金をちょっとね、あのリフォームのために残してる例がありますんでね。 実際今日はこうやってお金下ろしてきますかね300万でこれもだからねじゃあこれね1年間かけて稼いだんですかそんなことないですからねせいぜい2か月とか1か月ですかねこれもねだから全然私も住む世界が変わったっていうかあのお金に関しては本当フリーエージェントスタイルですよねでお財布は買ったこれはお財布買いましたまあ大したお金は入ってません1000円札がね20枚入ってるぐらいですね ちょっと分厚いですけどもね。はい。ということで、今日のタイトルは、現金300万にしときましょうか。いきなり。ね。マトリックスアフィレートで、現金300万、違うか。まあ、現金300万にしときます。300万の使い道。で、いいんじゃないですか。いってらっしゃい。